はい、こんにちは、マロです。ちょっと真面目な話ね、またね、コンビニで、SNS にね、おでんを食べる動画がね、出てきたりと、これは本当びっくりですね。僕もね、セブンイレブンで働いてたことあるんですけども、もうありえないっすよね、正直。働いてたね、2人が、セブンイレブンのね、おでんから直接ね、箸で掴んで、食べるっていうね、ちょっと、いたずら感覚なんでしょうけども、悪質なね、動画が SNS に出回ったということで、すごい、炎上してますけども、大学生なんやからね、もうちょっとね、物のね、良し悪しの判断はつくんじゃないかなと思うんですけどね。これはね、一消費者としてはすごくショックですよね、本当に。当事者にはね、それぐらい大きな問題ですよっていうのをしっかり認識していただきたいなと思います。こういうね、YouTube とか SNS のね、ニュースって、大きくね、取り上げられることが増えてきてると思うんですけども、例えば YouTube でもあるじゃないですか、その好きなことをして生きると。ただその好きなことをして生きるのと何でもしていいっていうのは別の話ですからね。子供たちがね、目指したい職業でもね、上位にあるということで、その辺はね、やってる大人たちがね、いい先輩としてね、伝えてあげてほしいなと思います。自分がされたらね、どんな気持ちになるのかっていうのをね、しっかり認識していただきたいなと思います。いたずらでは済まないよっていうことですね。ちょっとね、真面目に喋ってみましたけども、真面目なことばっかりね、話してると体調悪くなっちゃうので、これ下ネタ一発はい、というわけですね、先日ですね、こちら iPhone8 にですね、ちょっとベルキンの4300円ぐらいの、ガラスフィルムをつけさせていただいたんですけども、つけてちょろっと触ったぐらいではね、他の1000円台のガラスフィルムと何が違うのか、分かりづらいですよね。今ね、安く買えるガラスフィルムもすごくね、品質良くなってますので、それに比べてね、数倍のね、価格差の、品質の良さをね、感じることができるのかと思ったんですけども、細かい処理とかにはね、すごくこだわってるような感じは確かにします。それにね、3000円ぐらいのね、価格差の価値を感じるかって言ったら、ちょっと難しいなと。で、コメントでもね、いろいろこういうの使ってますよ、100円のがすごいいいですよっていう意見や情報ね、いただきまして、本当にありがとうございます。それぐらいね、ダイソーのフィルムだとか、Amazon で売ってる、ニマソだとかね、オエプロダのガラスフィルムっていうのは本当にね、素晴らしい出来になってるよと。よっぽどね、僕らみたいにガジェットにこだわりがなければ、そういうのでも十分ですよと。高価なガラスフィルム割れるとき割れますし、それを考えるとね、ガラスフィルムは消耗品ですから、そう考えると何度割れてもね、本体はしっかり守ってくれて、気軽にね、新しくつけれる方がね、確かにいいんじゃないかなと思います。毎回数日で割れるわけじゃないですからね、100円のでも半年1年使えることもありますしね。ではね、どこにその価値を一番感じれるのかって言ったら、やっぱり耐久性じゃないですかね。というわけでですね、今回ね、もう一回買ってきました。ベルキンのガラスフィルムと、オエプロダのガラスフィルム。オエプロダはね、動画でも紹介させていただいてますし、いろんなね、ガジェット好きの YouTube の方だとか、ブログの記事とかでもね、紹介されてる、メーカーなんですけども、この2つね、耐久力が果たして違うのか、ちょっと今回は試してみたいと思います。はい、というわけで、まずOEプロだからなんですけども、はい、こちらですね。今回は iPhone8 用のを、購入しまして、2枚入りでね、999円、Amazon 価格で1000円未満でした。本当にね、薄くて素晴らしいね、ガラスフィルムなんですけどね。特にね、低価格帯はやっぱり競争率高いんでね、いかに品質上げていくかっていうのをすごい重点的に置いてると思いますんで、その進化はね、本当に素晴らしいんじゃないかなと思ってます。そして天下のアップル公式ベルキン、はい、こちらなんですけども、こちらはね、先日の動画で紹介させていただきましたが、今回は貼り付けないので外していきます。こういうね、肩とか取り付けやすさをね、こだわってるのもすごくいいですね、こういった高いメーカー。こうやって比較してみるとね、やっぱり薄さとかもね、変わんないですね。本当にビビったるもんって感じなんですけど、こうやってね、ちょっと触ってみるぐらいじゃ本当にね、クオリティわかんないですね、どっちがいいかっていうのね。というわけでね、こいつらをまずね、黒いシートにちょっと貼り付けてみたいと思います。はい、このようにですね、ちょっと黒いシートに貼り付けさせていただきました。こっちのね、上がくぼんでる方が、ベルキン、そしてこっちの通話のスピーカーだけ開いてる方が、オエプロドでございます。それではですね、まず鍵でこすってみましょう。ポケットとかに入れといたらね、鍵とかで傷つくのがね、やっぱ一番大きいっすよね。というわけで、まずオエプロドからこすっていきたいと思います。こうやって鍵での摩擦はね、どうなのかなっていうところなんですけども、よいしょー、お、すごいね、分かりますかね、全くね、傷ついてませんね。結構ね、力入れてゴリゴリ擦ってるんですけど、全然傷つきませんね。これは素晴らしい。
続いてちょっと見にくいですけどベルキンいきましょうか。ベルキンこれもね素晴らしい、かなりゴリゴリしてますよ。こんだけ力入れても傷つかないのに、あの傷ついた時は一体何でついてるんでしょうね。ベルキンもね、わかります、ベルキンもね全然無傷ですね。鍵ではねどちらも傷がつきませんでした。続きましてカッターナイフ、当然ねさっきの鍵より鋭利でございます。これでね傷がいくのかちょっと試してみましょうか。まず OA プロだからよいしょ。これもね先っぽの尖ってるところでかなりゴリゴリしてます。すごいな。あのねこれもね全く傷つかないですね。ほら全くつかない。人間やったらもう血まみれですよこれ。1000円で2枚入ってるでしょ。1枚500円でこの防御力は素晴らしくないですか。続いてねお値段が4倍以上のベルキンさん、これで傷ついた重いんやけど、はい、こっちも先のねめちゃくちゃ尖ったところでゴリゴリしてます。全然大丈夫ですね、はい、素晴らしいです。なんだかエティフィールド全開っていう感じがしますね。ゴリゴリ擦っても全く傷がつきません。傷一つついてません。よくねこうやってなぞるような感じで切るのありますけど、もう今回かなりゴリゴリしてますからね全然それでも大丈夫です。続きまして大型のサバイバルナイフでございます。はい、これやったらねどうでしょうかね。ちょっとずっしりしてますよ。まず OA プロだから、まあ、さっきよりね重量感があるのでこれは傷いくんじゃないの、削れたりするんじゃないの。はい、こちらもねかなりゴリゴリしてます。切っ先のねかなり尖った方でやってみたいと思いますけども、おい、よいしょー、あ、すごい。はい、OA プロだ、こちらでも全く傷いきませんね。かすり傷すらないです。はい、続きましてベルキン、こちらもねゴリゴリしてますよ。優しくアイブなんてしません。人間だったらねもう骨まで見えてるぐらいえぐってますよこれ。はい、全くね傷がいってません。はい、どちらもね刃物とかねこういった鋭利なもので擦ってもね全く傷がいかないほど、素晴らしい耐久力です。正直摩擦程度だったらね全然どっちも差ないってことですね。1000円も4000円も、うん、どちらも素晴らしい防御力をしております。はい、というわけですね、刃物とかね、まあ、鍵で擦っても全くね傷一つついてません。ほんと分かります、全くね傷ついてないんですよね。僕もぶつけた記憶ないのに割れたりすることはあったり、まあ傷がねついてたこともあるんですけども、一体何で擦ったら傷つくんですかね。そんなねこれ以上鋭利なのカバンに突っ込んでる人いないでしょう。刃物でねじゃあダメやったらあとはもう衝撃ですよね。はい、最後はこちらですね、ちょっと銃で耐久度を測ってみたいと思います。かなりね破壊力のある銃なんで、銃というかねモデルガンなんで、いきますよ。はい、この通り、段ボールぐらいだったら簡単にね貫く、威力があるんですが、こちらでねちょっと対衝撃力を試してみたいと思います。危ないけどごめんなさいね。5発ずつちょっと当ててみたいと思います。さあどうでしょうか。ではまず OA プロだからいきます。ほほほ、はい、見事に割れました。はい、じゃあ続きましてベルキンさん行ってみたいと思います。はい、こんな感じでございます。これ見てわかりますか。あのね割れ方全然違いますね。こちらベルキンの方がねちょっとひび割れが小さく収まってますね。で、OA プロダの方はかなり一撃でね、広がってるような感じがします。だからね対衝撃の耐久力はやっぱり高い方がいいっていうことですよね。刃物では全然気づきませんが、こういったね強い衝撃力ではベルキンの方がね割れにくいという結果になってますね。落下した時じゃないと差が出にくいっていうところですね。はい、というわけでですね、実際に耐久力テストをいろいろやってみましたけども、摩擦ではねどちらも本当に差がないぐらいでした。ただちょっとねエアガンで撃ち抜いてみると、こちらの OA プロダの方がやっぱりひび割れが大きく出ました。でこちらのベルキンの方も
割れてはいるんですが、それがねかなりコンパクトに収まってる感じがします。ですから高いガラスフィルムと安いガラスフィルム何が違うのかといったら落下の衝撃耐性が違いますね。薄さ同じぐらいなんですけども、割れ方にねそれだけ差が出るというところです。ちゃんとね高いガラスフィルムは価値があったんですね。ただねポケットに入れたりとか一般的にその傷だとか、まあ、ちょっとしたね圧力を防ぐ程度やったら、まあ、どちらもねそんなに差はないんじゃないかなと思います。僕よく落とすからもっと安心感が欲しいっていう人は、確かにね高いガラスフィルムの方がその安心感はねあるんじゃないかなと思いました。まあ、あんだけね強く擦ってもね傷どっちもつかなかったんで正直差が出ないかなと思いましたけども、出ましたね。あとコメント欄ですごくいいこと言ってた方いらっしゃいましてね、まあ、アップルのストアとか行ったら、まあ、貼り付けてくれるわけですね、プロが。まあ、そういったねプロの技術が入ってね4000円だったら安いんじゃないのってことなんですけども、まあよくよく考えたらそうですよね。自分でも貼りやすいようになってますけども、お店行ってねプロがしっかり綺麗に美しく貼り付けてくれるんやったら、そういったね技術量が入ってるんやったら、まあ確かにね価格の価値はあるんじゃないかなと思いますので、高いガラスフィルムはねお店で貼り付けてもらいましょう。というわけでですね、今回は安いガラスフィルムと、高いガラスフィルムの耐久実験やってみましたが、いかがでしたでしょうか。ちょっとね危ない動画だったんでね、不快に思われた方いたらごめんなさい。まあ皆様のね、ガラス選びの参考にしていただけたらいいかなと思います。参考になりましたら高評価チャンネル登録の方お願いいたします。それではまた次回の動画にも遊びに来てください。バイオス。